たちったら何でもかんでも分類区別ジャンル分けしたがる人はなぜか分類したがる習性があるとかないとかこの世の中に種類の人間がいるとかいう君たちが標的権持ってるやつと持てないやつとかちゃんとやるやつとやってないやつとか陰キャ陽キャ君らは分類しないとどうにも落ち着かない気づかない本能の外側を覗いてかない気分が乗らないつまりそれはそんなシンプルじゃないもっと曖昧で繊細で不明瞭な何か例えば持ってるのに出せないやつやってるのにいけないやつ持ってるのに悟ったふりして透かしてる血に不安になっちゃったりするやつ所詮あんたはギフテッド私は普通の主婦テストそれはいいでしょう素晴らしいんでしょう不可能の証明の完成なんじゃない俺興味ないわけこの先君はどうしたいって人に問われることしたい終わりじゃないと信じたいけどそうじゃなきゃかなり非常事態君たちがその分類された普通の箱でくすぶってるからさ俺は人生イージーモードずっとそこで眠っててやらさ俺はそもそもスペックが低いだからあがいてもがいて醜く吠えた俺のあの頃を分類したら誰の目から見ても明らかすぐ世の中彼だとか愛だとか運だとか縁だとか何もして片付けちゃうの俺たちはもっと曖昧で複雑で不明瞭な何か悟ったふりして怒るなよ君に君を分類する能力なんてない俺たちだって動物こういうのって好物ここまで言われたら自分は分類するなよ